どうも、はい、中本します。今日は2021年春夏値段別おすすめサンダル3選をご紹介していこうと思います。はい、おすすめのサンダルって何回かご紹介したことがあると思うんですけれども、もうちょっと値段がしていいやつ教えてくれとか、もうちょっと安くていいやつ教えてくれとか、いろいろな価格帯でおすすめ知りたいなという意見もあったりして、まあそれで今回は1万円以下のおすすめ、3万円以下のおすすめ、5万円以下のおすすめ、5万円以下のおすすめっていうところで金額帯をね分けておすすめを、まあ一足今年僕からのおすすめ、個人的におすすめとしてこれかなっていうのをおすすめしたいと思っております。はい、サンダルって一口に言ってもいろんな形のサンダルがあると思うんですけれども、機能性デザイン性とかをまあいろいろ鑑みて、まあ僕だったらこれ履きたいなっていうところ、結構いろんな店見てきていろんなの履いてみたりして、まあ自分のまあ履いてきたものの定番のシリーズものとかもちゃんと見たりして、やっぱり今季はこれかなって感じで、はい、落ち着きましたので、では早速ご紹介していこうと思います。はい、まず一つ目がこちら。このね、袋に入っているんですが、非常にね、これもね、めちゃめちゃ便利な、いいサンダルです。はい。何が入っているかというと、こちらになります。あー、これこれ。これですよ。こちらです。サロモンさんのリラックスブレイクでございます。はい、こちらですね、サロモンさんのリラックスブレイクです。うん、このサンダルがねめちゃめちゃいいんですよ。最近これガンガン履いていきたいなっていうサンダルになってるんですが、サロモンさんって基本的にはまずアウトドアのブランドだと思うんですよ。まあ皆さんもご存知かもしれませんが、トレイルランニングのシューズとかで XT6 とかご紹介もしたりもしてたんですが、非常にかっこいい靴が多いです。機能的ですし見た目もかっこいいっていう非常にいい靴が多いんですけれども、そんな機能的にめちゃめちゃ優れてて財務性も優れてる、まあ、サロモンさんからのサンダルということで、まあ悪いわけはないよねと思ってたんですが、まあ改めてご紹介させてくださいって感じですね。これね、何がすごいかっていうと、本当に疲れにくいですね。これリカバリーサンダルに当たります。まあリカバリーシューズと言ったりもするんですが、足をめちゃめちゃ使った後に、じゃあ疲れたなっていう時に、その後に履くのがこのリカバリーサンダル。翌日に疲れを残さないような、まあ足取りをさせてくれるようなサンダルですね。いろんなところ分が特徴的なんですけれども、まずね、少しというかね、チンって上がってるんですよ。まあこの部分もいいですよね。まあちょっとぶつけにくいっていう。サンダルってどうしてもこう歩いていく時にポンってぶつけたりするんですけど、まあそれが起きにくい。めちゃめちゃ厚みがあるわけではないんですよ。どちらかというと今のサンダルでいうと薄い方かなと思うんですけれども、その薄さを感じさせない。サンダルのソールが薄いことで何が嫌なことが起きるかっていうと、地べたを歩いてる感じ、裸足で歩いてる感じになるのが一番問題だと思ってて、これはね本当に地べた歩いてる感覚が全くないサンダルですね。しかもこの部分、この鼻緒の部分ががっちりホールドしてくれるんですよ。サロモンのシューズ系って全部結構がっちりホールドで、足と一体化してしっかり吸収してくれる、ダメージとかを吸収してくれる感じがするので、そこが僕めちゃめちゃ好きなんですよね。あとこのなんていうんですかね、ギア感、デザイン性、テック系じゃないですけれども、サンダルの中で言うとかなりエッジが効いてるというか、形もそうですけれどもデザイン的にも非常にかっこいいんじゃないかなって僕は思ってるんで、非常におすすめだなって感じです。金額言い忘れたかもしれないですけど、まず1万円以下のサンダルでこれご紹介してて、確か6600円とかめちゃめちゃ安いんですよ。多分ウーホスさん同じぐらい、6800円とかそれぐらいで、まあ、これ6600円で、ホカさんが8800円とかそれぐらいかな。で僕全部履いたことあるし全部あるんですけど、サロモンさんのリラックスブレイクに関してはがっちりホールドしてもらって、しかもここメッシュになってるんで通気性もよく非常に歩きやすいです。まあ、どちらかというとリカバリーサンダルには珍しく結構前にも進みやすいというか、スニーカーみたいなサンダルって感じのイメージですね。履いてみるとめちゃめちゃがっちりホールドしてくれるし歩きやすいし、デザイン的にもねかっこいいです。 B さん履いてるっていうよりはなんかこうテック系の服と合わせてもなんかおーって感じの、アイテムなので、ぜひ気になる方はねこのサロモンさんのリラックスベイク履いてみてください。3万以下のおすすめはこちらです。よいしょ、こちらです。で僕ね久しぶりにこのブランドさんのアイテムを買ったんですよ。はい、ワイスリーさんです。めっちゃ久しぶりに買いましたね、ワイスリーさん。まあ、3万円以下だったら僕これがいいんじゃないかなと思ったアイテムがあったんでご紹介していこうと思います。はい、ワイスリーはねもう本当に僕が大学生の頃、そうやって10年前ぐらいの頃にカーサを、ね、気に入って履いてて、すごい懐かしい思いがあります。シューズに対して僕ワイスリーさん結構安心と信頼があります。はい、あ、これ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 ですよ。ドドン、こちらです。赤いワイスリーさんのワイスリースライドです。こう見てると赤いってなると思うんですけど、まあ横から見ていただくと、はい、黒いになりますね。はい、まあ履いてしまえばほとんど赤は見えなくなるんですが、まあ一応お色としてはブラックですね。あともう一色ホワイトがありました。こちらが2万4000円ぐらい。税抜きで2万2000円かな。まあ3万円以下で2万2000円でこのサンダル非常にお得だな、コスパもいいなと思ったんでご紹介していこうと思います。まずワイスリーさんってどんなブランドかっていうと、まあ本当に有名な、ヨウジヤマモトさんと、まあアディダスさんが、まあ一緒にやられてるようなブランドさんですね。で結構質問であるのが、ヨウジヤマモトアディダスコラボとワイスリーさんって一緒なの
っていう質問が結構あったりするんですけれども、まあそこは全然違くて、まあ別物だと思ってください。まあ結構 Y3 さんに関してはアディダスの延長線上のアイテムって感じのイメージです、僕としては、うん、このサンダルに関しては何がいいかっていうと、まあさっきのこのねリラックスブレイクと反してめちゃめちゃ厚底なんですよ。厚底のサンダルってデザイン的には確かにいいと思うんですよ。身長が漏れるので高く見せれるっていうのが一つ、まあ大きなメリットでもあると思うんですけれども、さっきの厚底じゃないサンダルでも言ったかもしれないんですけれども、薄いサンダルは薄いサンダルで地べた歩いてる感じ嫌な感覚あると思うんですけれども、厚すぎると厚すぎるでちょっと上歩きすぎてるみたいな歩きにくさがあったりすると思うんですけれども、この Y3 スライダーそれがないんですよね。結構びっくりしました。大体どのサンダルもそういうのってあるので、厚底なものはしょうがないものだと思って履いてるんですけれども、これね全然底がないのが非常にいいところだと思いましたね、で、この Y3 スライダーなんですけれども、一昨年か去年かちょっと覚えてないんですけれども、だと、まあ、インソールも真っ黒で、黒のデザインでした。で、今期の 21SS が黒赤となっております。はい、インソール部分に王子山本と、はい、刻印が入っていて、ソールはこんな感じですね。ソールのこの部分は厚手なんですけれども、アウトソールだけ見るとそこまでめちゃめちゃ厚底かって言われるとそうでもなくて、これぐらいって感じですね。まあ、1、2ミリぐらいがカパーって靴底に貼ってある感じですね。カーササンダルみたいなのもあったんですよ、 Y3 さんは。それを僕めっちゃ履いてて、それは結構ねガッチリホールドでめっちゃ歩きやすくて、あーこれはめっちゃいいサンダルだなと思ってめっちゃ履いてたんですけれども、まあスライドサンダルでスライドサンダルっぽくなくて、まあちょっと Y3 さんっぽさもあるっていう非常に面白いデザインのアイテムですね。このぐらいねサイズ感があるとめっちゃ重たいってなると思うんですけれども、そこまで重くもないけど、まあじゃあ逆に軽さが売りかって言われたらそうでもないって感じですね。このポリウレタンのアッパーがこうなんか雰囲気的にも Y3 さんと合わせてもらってもいいですし、まあリッコーウェンさん、ダークシャドウさんとかっていうのと合わせられても結構いいんじゃないかなと思ったりもしますし、まあそういうなんていうんですかね、ちょっとストリートスタイルには結構合わせやすいですし、そうじゃなくてもいつもアクロニウムとか着ますよ、テック系の人とかベイランス着ますとかいう人でも合わせやすいようなサンダルですね。意外と汎用性は効くのかなって思ってます。まあ、ただ普通にめっちゃカジュアルな服着ますよって人だと、ちょっとこの赤いソールが割とビビッドな感じなんで、まあそこがもしかしたら合わせにくいとこあるかもしれないんですが、まあ意外と汎用性があるんじゃないかなっていう、まあ履いてもらうとね本当こんな感じになるんで、正直赤いところがほぼほぼ見えないんですよね。足の甲が当たる部分がめちゃめちゃ柔らかいんで履き心地が本当にいいです。僕サンダルって27とか 27.5 のスニーカーを履く人間なんですけど、やっぱり大体27とか 26.5 ぐらいのサイズ感にしてます。ちょっと小さめにするのがサンダルおすすめなんで、22,000円消費税でこのクオリティは非常にいいと思います。まあ、このボリューミーな感じっていうのも含め、履きやすさ含め、こう歩きやすさ含めると、まあかなりお手頃な金額で非常にいいと思います。 Y3 さんでサンダルって言ったら今はこの Y3 スライドなのかなって思いますので、ぜひ気になる方はこちら見てみてください。次いきます。ラストが5万円以下になります。で、ここまで来ると機能面ってよりはビジュアルとかで汎用性も効いて、この一足あったら夏は乗り切れるんじゃないかなっていうサンダルにさせていただきましたので、そちらねご紹介させていただきます。こちらになります。タトン、あれ見たことあると思った方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。こちらはダイリクさんのハンドステッチレザーサンダルでございます。これはねめちゃめちゃいいんですよ。去年もこのレザーサンダルってダイレクさん出されてたんですけれども、そっからまた1段階アップデートされてまた出てきたっていうようなアイテムなんで、こちらねご紹介していこうと思います。自分のお店でも取り扱ってる商品なんですけれども、去年出た時もね非常にすぐ速乾したようなめちゃめちゃ人気のアイテムですね。去年のサンダルで、あ、こここうなったらいいのになって思うようなところが完全にアップデートされて、もう完成形というか非常にクオリティが上がったアイテムとなっております。結構厚底のアイテムになるんですよ。これぐらいで、さっきの Y3 スライドと比べると間ぐらいになっちゃうんですけれども、だいぶ厚底って言って間違いないんじゃないかなっていうようなサンダルになっていて、まあ今まではサンダルと違うのはかなりね上質なんですよね。レザーサンダルって言ってるんで全部レザーでできております。インソールの部分もレザーだし、アッパーの部分もレザー、若い方でも大人の方でも誰でも履いていただけて、どんなコーディネートにも合わせやすいようなサンダルっていうところで非常に僕はいいなと思ってるんですけれども、しかもねちょうどいい厚底でもあるので、まあデザイン的にも非常にちょうどいいっていう部分もありますし、歩きやすさも非常にいいですし、リブラムソールでもあるのでなかなか削れにくいっていうところもあって、非常に長持ちするので、本当に一足持ってたら結構ずっと履いていただけるようなアイテムだなって思ってます。で、去年のアイテムとじゃあ何が変わったのかっていうところをご説明させていただきますと、まずハンドステッチがここに入ってるんですよ。タタタタタタタって入ってるんですよね。レザーをハンドステッチでやるっていうのがまずかなり贅沢前はねここぷっくらしてたんですよ、ちょっとクッションが入ってるようなデザインになっていて、それが今回はハンドステッチになっている形です。で、サイドの部分に穴が開いてます。通気性とかも含めて穴が開いていて、あとインソールの部分、大陸って刻印が入ってるんですけど、前はね大陸っていうタグみたいなのがあって、それがどうしてもサンダルなんで裸足で履くとちょっと汚れてったりしたんですけど、今回はねそれがあのねこの刻印になったので全然汚れないっていう
デザインになってますね。まあ一番大きな違いはやっぱりこのハンドステッチじゃないかな。まああとアッパーのこのフロントの部分にビーチサイドホテルっていう去年のテーマが保存されてたんですが、今回はここにはあの何もなく無地になっていて、インの部分にフラワーチルドレンと今季のテーマが刻印されているという形になってます。結構去年より誰でも履いていただけるようになったというか、去年はねテーマもドンって書いてあったりしたので、まあそのシーズンのアイテムって感じが結構したんですが、まあ、今回のダイレクさんのサンダルに関してはもう本当にずっと長く履いていただけるような、本当に誰でも履いていただけるんじゃないかなっていうようなデザインと上質感があるような高級アイテムとなっておりますね。値段もね4万5000円消費税なんで4万9500円と、まあ5万円以下ギリギリって感じなんですけれども、その分のクオリティはあると思います。やっぱりこうレザーをハンドステッチでやるって相当大変ですし、この上質感のあるレザーとこのまあすり減りにくいビブラムのシャークソールっていうので、まあ長持ちするっていうのと、このレザーの上質感をまあ夏でもサンダルで味わえるっていうのと、全体的なバランスを考えると5万円以下でどんなコーディネートにも合うようなサンダルを探している方はぜひおすすめの一品なんで、ぜひね気になる方はこちら見てみてください。はい、ということでね、おすすめのサンダル価格別3選を今日はねご紹介させていただきました。いかがだったでしょうかね。結構サンダルって定番のものも結構あると思うんですよ。チャコさんだったら、まあ、Z1 クラシックっていうのが、まあ、1万円以下で定番でドンってあったりだったりとか、最近だとホカウーフォスだったりっていうのがリカバリーサンダルだと結構代表格になってきたりだったりとか、定番のガッチリしたアイテムが出てきたんですけれども、そことはちょっと違くて正直おすすめで考えさせてもらいました。意外と1回買ったら長い間使っていただけるんじゃないかなっていう3選だったので、ぜひ、ね、皆さんのねこの価格帯別のおすすめサンダルもコメント欄とかでね教えていただけたら非常に嬉しいので、ぜひねコメントでお願いします。またねこの価格帯別って僕やったことなかったんですよ。ぜひねこう夏ってやっぱり T シャツとかね他にもなんかいろいろあると思うので、そういうのやってほしいとかあったらそれもねコメントでよろしくお願いします。はい、こんな感じで僕は初見動画を上げてます。もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をネタぞネタぞよろしくお願いします。はい、それではまずいの方でお会いいたしましょう。はい、失礼します。どうも中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。あとインスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。